後藤正直3月6日から1908年7月9日は日本の医師。明治時代にハンセン病治療分野において活躍した。1857年2月11日、美濃国北方で生まれる。父の後藤正文は漢方医であり、当時のハンセン病医療の第一人者であった。また、祖父の後藤総研は大垣範囲の過ぎた原白経乱医学塾。 江間塾門人町に名を連ねていた。後藤正文の長男であることから、二代目、後藤正文とも称される。父に指示しハンセン病患者の治療方法を研究した。1875年1月16日、慶応義塾大学医学部の前身、慶応義塾医学所に入所、同年、父、正文と共に、東京市第四大区に小区神田猿学長二丁目19番地に、 ハンセン病専門の気配病院を勘院。当時は、隔離政策が主であったハンセン病を、五島式療法により外来、通院治療で治癒に導いた。また、京都フライ病院に招かれ、松原通大宮中道寺の来病院で、ハンセン病患者の診療に当たった。五島府市の治療は評判を得て、ハンセン病治療の権威となった。1881年3月には来日中の、 ハワイ王カラカウアが、気配病院を訪問した。ハワイでは1840年頃から、ハンセン病が広まり、1866年から、モロカイ島カラウパパにおいて、隔離収容していた。1882年5月、難病治療を著作。この中でマサナオは、ハンセン病の感染の可能性に言及し、発病には、遺伝、自発、感染の3つの場合があり、 潜伏期間が長いため感染であったとしても、それを特定することはできない。また遺伝の場合は少なく、発症には生活環境と個人の性質が影響するとし、一般的に遺伝説が広く普及していた時代に、マサナオはハンセン病は感染症と認識していた。当時、ハンセン病は不治の病であったが、後藤式療法によって感知した患者もおり、 後藤府市の名は全国に知れ渡り各地で講演を行った。講演では分かりやすく患者向けに啓蒙活動を行い、治り得る病気であることを説いた。また、全国の文科生に指導を行い、全国各地に治療院を開設し、貧しい患者には無料で治療を行った。1883年、気配病院を芝新堀町に移転した。また、浅草畑子町に、 後藤薬法を改良し、製薬も行い、ハワイ他海外にも輸出した。同年、ハワイの不合患者、ギルバート・ウォーラーが、モロカイ島への隔離を避けるため来日式廃病院で治療を受け、1885年に開輸出帰国した。ウォーラーは、後藤医師の有する知識と経験は、1000年にわたる日本、中国官方医の研究結果であり、 何百名もの患者が治癒に至ったとハワイ衛生局に報告し治療法を試すように強く勧めた。このため同年末ハワイ王の将兵によりマサナオはハワイに渡航しハワイのハンセン病患者の治療に当たった。マサナオはダミアン神父の治療も行い彼のハンセン病は一時警戒した。ダミアン神父はマサナオを深く信頼しており私は欧米の医師を 全く信用していない。後藤医師に治療してもらいたいのだとの言葉を残している。ダミアン神父は世界のカトリック教会に五島式療法を紹介し、英領、モーリシャスなど日本国外でも五島式療法が行われた。しかし、ハワイ衛生局との確執などから、ダミアン神父の治療は1887年9月に中断され、マサナオはハワイを去り、 スタンフォード大学医学部の前身、クーパーメディカルカレッジに留学し、レプロシーという卒業論文を提出し帰国した。1893年、北里柴三郎とハンセン病の共同研究を開始した。また同年、ハワイのハンセン病患者の70%を超える単願書が提出され、マサナはハワイ王国政府の招聘に応じて、同年2月14日に横浜より、 ミーケマルに乗船し、再度ハワイに、渡航、3月に到着し、五等式療法による治療を行った。年俸3600ドルであった。この功績により、ハワイ王より助訓を受けた。しかし1895年に治療は再度中止となった。その原因は、ハワイ衛生局との確出、五等療法に必要な漢方薬が高額であった、ことなどとされている。 また父、正文の病状悪化もあって、同年4月30日にハワイを出港し帰国した。帰国後も日本のハンセン病患者の治療に尽力し、1901年には東京市会議員総選挙麻区選挙に立候補するも落選した。1908年7月9日、東京で死去した。台風史油、七葉樹皮、肝臓の岩薬の服用。 台風手術の絞りカスなどの薬等の使用、温浴療法、運動療法、自用物の摂取など、食事療法、ご当式療法で、ハンセン病が治り得ることを公語でわかりやすく、患者向けに説いた書物。メリックバイリョーガバナンス学会臨時ボリューム285、ダミアン神父と日本人医師ハットニューヨークタイムズに掲載された、ダミアン神父の追悼記事にも、 マサナオの治療が記載されている。ザ・レパース・オブ・モロカイ、ニューヨーク・タイムズ、名26、1889、ホーリーマン、ニューヨーク、ハーパー・アンド・ロー、1973、2月9日付、国民新聞卒業記録は残されていない。反戦ンン、SDGs in Japan、A brief history ンン、反戦、SDGs in Japan、 A Brief History International Journal of ダーモットラジー Vol.36 イシュー8ページズ629から633アドバタイザー誌12月15日号ありがとうございます